皆さんご機嫌いかがでしょうか。ダイアツです。スーケース。本日の企画は、レアハウス色落ちジーンズ観察というわけでございます。本日はですね、カニペンクルーから、レアハウスのジーンズ、色落ちの進んだジーンズというのを2本お借りしました。まあ、彼はね、紙とペン遅れが始まる以前からプライベートで履き込んでいたジーンズなんですけども、非常に良い色落ちに仕上がっていると。そうだね。そういうわけでございます。はい。まあ、レアハウスさんね、長い歴史がございます。で、そのね、まあ、ジーンズその中でも何でしょう、まあ、とびきり良い色落ちをしたジーンズというのをね、サンプルとしてお借りできたので、ぜひ皆さんと一緒に、まあ、この色落ちを共有したいなと思っております。というわけで、ね、早速この色落ち見ていきましょう。さあ、まず1本目ですね、こちら、ウェアハウスのロット1105というモデルです。聞いたことない。はい。で、これはですね、W パッチというね、ウェアハウスがまだ W というね、あのロゴを使ってた時のモデルですので、まあ、2003年ぐらいの、まあ、モデルかなというわけでございます。うん、で、今回のこのね、1105なんですが、はい、505をベースとしている。505。はい、ものでございます。で、まあ、505とは何ぞやというところなんですけれども、まあ、501WX をベースにしながら、1954年ですね、リーバイスが、まあ、ジッパーフライですね、ジッパーフライを、まあ、ジーンズに、ね、用いようというわけで、はい、まあ、初めてそのジッパーフライが用いられたのが 501GWX、1954年、でその後それが502という名前になり、そして、まあ、後に505という名前になります。で、ね、今回もまあ505をまあベースにしているモデルというわけでございます。はい。で、まあ、505の特徴なんですが、先ほど言いました、まずジッパーフライが一つと、それに防縮加工された生地を使っているというわけです。ただ今回のこのウェアハウストーンのモデルに関しては防縮加工ではない、まあ、生地を使用しておりますというわけですね。というわけで、ね、早速色落ち見ていただきましょう。気になる。はい。まずは全体感お見せしますね。はい。こちらです。どうですか、これ。あの、非常にね、縦落ちがまず現れているなと。ね。で、非常に色落ち進んでるなっていうのがね、すごいね。皆さんお分かりになると思います。まずここのね、この全体をパッと見た時点で、お、このジーンズかっこいいなっていう、まあ、よく分かるんじゃないかなと思います。はいはい。というわけでね、まあ、ちょっとディティール、いろんなね、細部見ていただきましょう。うん。じゃあまずですね、こちら見ていただきたいヒゲですね。ヒゲ、やはりジーンズはね、花形ですから、フロントの花形、はい、ヒゲ見えますか。これちょっと見づらいですかね、この折り方。ちょっと見づらいかもしれません、ね、ちょっと見づらい。じゃあ広げましょう。すいません、広げましょう。この辺ですね、まず腰回り、うん、腰回りね、そんなにヒゲがね、強く現れてる感じはしません。ね、全体がやはりこうブワーっとね、ボワッとし、滑らかな色落ちがしつつ、まあ、よしよしとヒゲがね入ってるという感じでございます。うん、やはりこの辺もね、505らしいね、まあ、生地を当時のベアハースさんが作ってくれたのかなと。なるほどね。メリハリが出るというよりも、こう滑らかにブルーにね、甘くなっていくような色落ちの生地を目指して作ってくれたんだと思います。なるほどなるほど。はい。やはりこの縦落ち感というのは非常に現れてますね。すごいですね、これは。はい。で、まあ、下がりヒゲのバランスも綺麗ですよね。うん。こう強くはないですが、こう確実に存在するよね。いいじゃない。いいですよね。まずこの時点で相当ね、鈴木が好きそうな感じ。はい。私これすごく好きですね。やはりね、505といえばジッパーフライですから、ここも見ていただきたい。まあ、ジッパーフライのね、ジーンズの色落ちというのはこのジッパーに沿ってね、こううねっと出ます。本当だ。こうなんですよ。なるほどね。はい。まあ、ボタンフライだとこうね、ボツボツボツとボタンの跡が出ますが、ジッパーフライだとこのようにね、線状になって出ます。なるほど。これはね、結構面白い部分というか、まあ、ボタンフライならでは、ジッパーフライならではっていうね、明らかな変化が出る部分ですね。うん。で、あとこちら見ていただきたい、これどうですか。コインポケットのところですね。ですか。はい。これね、よく使い込んだ跡が出てますよね。出てますね、これは。もうバチバチです。バチバチにぶっ壊れます。やっぱそこなんかやっぱ出ちゃうよね。そうですね、やっぱいろんな切れちゃうよね、いろんな人じゃないですね、あの、何回も何回も手を入れるので。そうだよね、いろんな人の手ではありません。すいません、間違えましたね。まあ、手を入れるのがよく、意味合いが違ってきますからね。ね、まあ、現れてる部分だなと思います。はい。まあ、あとね、隠しリベットなんですよ、当然。はい。当然って言い方変ですが、まあ、隠しリベットが用いられていますというね。あれですね。はい。打ち抜きか。打ち抜きですね。はい。我々は打ち抜きばっかり見てますが、隠しです。はい。裏面もそしたら一回全体を見ましょう。うん。こうです。お尻が色がすっごい落ちてますね。そうだね。はい。でね、今回のジーンズはお尻がすごくいいんです。こう。お尻がいいので、そのディティールをね、ちょっとね、詳細見ていただきましょう。うん。こちらですね。見ていただきたいのが、まずは、ね、このバックヨークのところを見ていただきたい。うん、バックヨークのところを見ていただくと、なんかそんなにパッカリ編みが強くないなっていうのが印象
そうだね、受けますね。この辺は私ねよく分かんないんですよ。まあウェアハウスさんがわざわざ防縮加工じゃない生地を使っているということはこの辺も意識したのかなと思うんですが、うん、そんなにね強く現れてる感じはしませんよね。そうだね、うん、まあ、ここはね好みが分かれる部分かなと思いますが、うん、はい、ここ、これを見て、ああ、これね革パッチがあったんですよ。剥がれちゃってる。そうで、この色の対比を見てほしいんですよね、他のバックヨークの箇所とね、うんうん、やはりカーパッチのところは色が残っていて、カーパッチが破れてもカーパッチがあったんだよっていうのをね、分かるね、確かに。そうなんですよ、色落ちで鮮明にね現れてくるというね、そういう楽しみ方もあるわけだ。カーパッチならではの楽しみだと思います。剥がれて悲しむだけじゃないと、はい、そうだよ、その中にある美しさもあるよと。そうだよ、忘れちゃいけないよっていうね、まあ、カーパッチの儚さとその色落ちの醍醐味を味わえる部分かなとね、うん、はいはい。ポケットを見ていただきたい。ポケット、はい、まずね AD のポケット、まあ、これもね505とか、まあ、時代が進んだ501らしいところですよね、うんうん、で今回のモデル見ていただきたいのはここなんですよ。はい、グッと、ここねますます感がないじゃないですか。ないね。はい、これはあの裏を見ていただくと分かるんですが、しかして、はい、もう隠しリベットの時代ではなくなっています。本当だね。ですのでここのバータックのみで補強されているので、ここのますます感は現れません。うん、ね、そういうのがまたここの505とかね、時代が進んできたジーンズっていうのを、まあ、鮮明に表しているディティールだなと思います。はい、まあ、私はねますます感推しですから。ほんとますます感うるさいからね。なのでここはね、まあ、私たちは少し物足りないなという部分ではございますね。うん、はい、そのままちょっと下の方いきますよ。ほう、はい、これですね、ハチノス。ハチノス。ハチノスもね、うっすら、そんなに強くはないですね。うん、まあ、我々が履いたジーンズってのは大体こんな感じに仕上がります。うん、ですが、まあ、なんでしょう、ハチノス自体はね、まあ、ハチノスチャンネルに見て寄って見ていただきたいというのがありますので、うん、なんだろうね、まあ、ハチノスが現れないのもいいんじゃないかな、という感じでございます。まあ、今回のね、505見ていただきました。はい、やはり505の特徴っていうのは、全体の滑らかな青みが美しいなと私は思います。うん、ですので例えば夏にねちょっと爽やかに履きたいな、ジーンズ履きたいなって時とかあればね、女性なんかもこういった色味のジーンズよく似合うなと思います。そうだね、はい、まあ、以上がね1本目、1105のご紹介でした。さあ続いて2本目、はい、バーガスプラス、880というジーンズでございます。うん、でこちらはですね、上野の、アメカジの老舗店舗日野屋さんから展開されているジーンズでございます。そうね、はい、まあ、バーガスプラスというブランドなんですが、生産 OEM 自体は、ウェアハウスさんが行っております。うん、副資材例えば、こういったトップボタンだとかね、はいはい、トップボタン、ごめん見えますか、トップボタン、トップボタンだったり、うん、あるいはこういったリベットですね、リベットちゃん、はい、リベットちゃんとかは、日野屋さんオリジナルのものなんですが、まあ、ウェアハウスの副資材と、ごめんなさい、生地ですね、ウェアハウスの生地を用いており、うん、まあ、ここにもウェアハウスのネームが入っているというわけでございます。うんうん、なるほどね。でこちらですね、定価が 19,250円で現行品なんですよ。ほうほう。ですのでちょっとねこの動画見て興味を持った方も、まあ、お買い求めいただけると、なるほどね、いうね非常に有意義な紹介となっています。そうですね、はい、であとねここ見ていただきたいな、パッチ、ここ、これもねバーガスプラスさん、まあ、日野屋のオリジナルのパッチなんですが、うん、ちゃんとウェアハウスのね文字が入っており、どこに入ってんだい、ここに入ってます、なんとかかんとかウェアハウスって見えますか、あった、そうなんですよ、まあ、ウェアハウスさんと一緒に作ってますよっていうのがね現れてる。そしてかっこいいですよね、このかっこいいね。早速色落ちをね見ていただきましょう。見たい。まずは全体、はい、これですよ、これですね、これです、はい、さっきのとやっぱり違いますね。そうなんですよ、やっぱりまずあの生地が違いますというか、うん、メンフィスコットン単一面というね生地を使っております。うん、まあ、分かりやすく言うと、まあ、以前は対戦の、ね、モデルに使われていた、うん、まあ、ウェアハウスとしては若干ヘビーオンス、まあ、14オンス前後ですが、若干ヘビーオンスでより、ね、激しい色落ちを楽しめるような、ね、うん、生地を用いております。というわけで、ね、ディティール見ていただきましょう。はい、赤い色落ちいきます。まずは腰回りですね、はい、ヒゲ見てください。そして縦落ち、これはすごい、ね、これやばいでしょ、これかっこいいジーンズの典型だよね。いいね、この陰影というかね、うん、ブルーとこのヒゲのねしっかり抜けた色落ちの対比、はい、かつ縦落ちがしっかりもーんとね現れてますね。うん、ボタンフライも見ていただきたいな。はいはい、はい、しっかりねボタンフライが現れてます。なんだって、もう美しいですね、色落ちとしてね、すごいね、やばいよねこれ、
こんななかなかはっきりね現れることもないと思いますので、うん、これはまあボタンフライの醍醐味ですよね。醍醐味、そうですね、さっきのね、うん、あの110との対比がねよくわかる事実ですね。そうだね、はい、はい、あとこの辺も見ていただきましょう。この辺、はい、はい、彼はねやはり右手をよくポケットに突っ込むのかなですね。やはり右側がねここねぶち切れてますんで、うん、まあ、こうやってね、まあ、その着用する方のライフスタイルもやはり色落ちからね、うん、よく分かってくる部分だなと思います。はい、下がりひげもまあ比較的左右対称というか、下がりひげもよく現れてますね。そうですね、出てるね、シュッシュッシュッと、うん、いいじゃない。でやっぱそうです、全体的にちょっと粒のような色落ちってね、やっぱね熱風感が強いのか変だね、ね、お分かりいただけるでしょうか。そういう特徴ありますよね、まあ、そういう粒の色落ちがつながってこう全体の縦落ちになるようなね、なるほどね、ところですね、うん、こちらもねやはりおけつがよく色が落ちてますね、うん、素敵な色落ちではないでしょうか。はい、うん、というわけでね、こちらもあのディティール色落ち細かい部分見ていただきたいなと思います。はい、はい、というわけでまずはバック横を見てください。うん、はい、バック横ここかな、おそらく君がこれ言いたいのはここだね、はい、これ見て、あれま、もうパックリですよ、パックパックです、パックリですよこれ、もう本当にもう致命傷ですかね。もう少しでもここだけになっちゃいますか、ジーンズ。そうですよ、ある日入ってて気づいたらもうここだけになる、ここしか入ってない、あれ下が全部出ないぞということに陥りかねない、まあ、危険な状態ですね。危険な状態、まあ、こんだけ履き込んだってのがよくね、うん、現れてる部分ですよね。そうだね、でここ見てて、ね、ここ見てどこだよ、ここかい、はい、おーっと食っておりますよ、はい、バックヨークますますです。すごい、これレアだ。バックヨークますますが現れるということは相当履き込んだってことが分かりますよね。ここ別に ねリベットがあるわけじゃないんですけど、まあ、生地が重なっているので、ね、うんうん、まあ、盛り上がっているというわけでバックヨークますますもねよく履き込んでいただけると現れると、はいはい、よくいいと思います。こちらのポケット見てください、うん、やはりここですよね、バックポケットの中でもここのやっぱりすげえここなんですよ、はい、やっぱりここなんですよ。でこのますますは非常にポイントが高いますますです。ほう、はい、というのも縦糸が吹き飛び横糸のみが残っていると、うん、これがねますますの最高の瞬間です。最も、ね、あの売れている旬の状態ですね。ここからさらに進んでいくとこうブチ切れて横糸もなくなっちゃう、そう、穴のようになってしまうんですよ。それはいけません、それはいけません、履かないね。隣も見て、はい、このステッチ飛び、例えばね こっちを見てほしいんですよ、うん、こっちはちゃんとね見えますか、ステッチが2本残ってるんですよ上下でね、うん、ですがこっちはもう下のステッチが本当だ完全に飛んでしまって、あ、本当だ、そっくり返ってくる、ね、そういうことか。そうなんですよ、ここもやはり、まあ、彼はねポケットやっぱ多用するタイプなんでしょうね。そうだね、しっかりここも糸がぶち切れてます。面白い色落ちだ。そうでしょ、でここがね、うん、今回のバーガスプラスさんの、まあ、ブランドネームの刺繍が入ってます。これ BP ですね。なるほどね、なるほど、 BP と、まあ、我々がね、の BP のこの刺繍はね別に好きでも嫌いでもない非常に忠実的なタッチなんですが、そうですね、まあ、このモデルならではの特徴というわけでございます、うん、であと見ていただきたいのは蜂の巣なんですよ。このモデルはここ出てますね、出てるでしょう。こちらの蜂の巣、特にねこれは右足ですか左足ですか、うん、右足ですね、右足の蜂の巣がよく出てます。結構ジャストサイズで履いてたのかな。そうですね、彼はこれをおそらくねジャストサイズで履かれていて、かつまあ何でしょう、3、4年にじっくり時間をかけて育てていたモデルですので、うん、やはりこの辺もね鮮明な蜂の巣がこう現れてますよね。出てるね。ここまで、ね、こちらの880というモデル見ていただきましたが、うん、いかがでしたでしょう。先ほどの1105と比べるとやはりこの生地が違います、うん、やはりヘビーで、まあ、より迫力のある色落ちってのがね、まあ、ご覧いただけたかなと思います。ということでね、お次はねこの2本着用して全体の色落ち見ていただきたいなと思います。
いかがでしたでしょうか、日本のですねウェアハウスの色落ちジーンズ見ていただきました、うん、まあダイハツさんもねここまで色落ちが進んだねジーンズをまあ目にする機会ってのはそう多くないんじゃないかなと思いますが、ね、そうですかね、うん、もうすでにこの画面上でお分かりになりますよね全部色味がね相当これのジーンズが進んでるっていうのもありますし、はいすうんまあ、私としては同じウェアハウスユーザーとして、はい、もうこの素人の僕でも、うん何年も履けばこうなるんだよっていう、うんうんうん、なんかある意味では道しるべ的なものなるほど、ね、かなというふうに思います、うんうんはい、素敵でしたそうですね、まあはい、ぜひねあのまあウェアハウスさんのジーンズに限らず、うん、家にジーンズが眠ってるという方ぜひともまあ改めてジーンズね履いていただいて、うんまあ、こういう色落ちになるんだぞっていうねぜひ皆さんのモチベーションになればいいなと思ってね、うん、この動画作成しております、はい、というわけでねまたまあ皆さんね色落ちどんどん進めてねもっともっとデニムを楽しんでいきたいなと思います、ね、というわけで、ね、今回は、我々はジーンズを中心にファッション関係の動画を更新しております皆さんはぜひチャンネル登録よろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうさようならさようならまたすごい豪快な運転でしたねガラ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 すごい西暦2501年世界は混沌と化していた数年前に開発された AI 搭載ジーンズ iJeans が暴走し人類の上下デニムに攻撃を行った人類はすぐさま AI ジーンズに反撃小規模な戦闘が勃発した日本から始まったその戦闘は徐々に世界規模へと広がりジーンズ世界戦争へと発展してしまった人類の抵抗も虚しく戦局は AI ジーンズに大きく傾いていた残された人類の上下デニムたちはプロテスタントとして地下に立てこもり AI ジーンズ軍に対して徹底抗戦を行っていた OK 現在時刻日本時間西暦2501年1月14日20時43分連合国第一部隊鈴木です。ダイハツです。皆さんもご存知かと思いますが、AI ジーンズが開発され、そして我々の多くの同志、まあ、上下デニマーたちが数々殺された。もちろん俺の嫁も殺された。この指輪は彼女を支えている。恐ろしいが、俺ら立ち向かうしかない。そして俺らプロテスタントとしてやってきたわけだが、もう残ってるのは俺ら二人しかいない。そうだ。そして今夜敵の総攻撃が行われる。この地区一帯の殲滅を目的とした大規模な軍事作戦が今夜決行される。俺たちはもうここから脱出することは不可能だ。銃を手に取り戦うしかもう道はないんだ。もしこのメッセージを聞いている上下デニムがいたら上下デニムいや同志がいたら銃を手に立ち上がってほしい立ち上がってほしい戦いは恐怖を伴うそして危険を伴うだけど未来のために上下デニムの未来のために未来を変えられるのは俺たちしかいないんだAI ジーンズ軍のボスの特徴を今から言う全員覚えてよく聞いてくれ奴を狙うんだターゲットはバーガスプラス来たターゲットはバガスプラス発射しまる秀はオリジナルのジーンズで副次第は秀はオリジナル生地はウェアハウスの
メミスコットの単位つねんな。クソが。特徴はバックポケットにある BP バーガスプラスを示す刺繍がバックポケットに入っている。絶対にそこを見ますな。やつの色落ちの特徴を言う。まず前面は色落ちがとんでもないさあそしてヒゲがすごく特徴的だ。縦落ちの激しいジーンズを見たやつ、まずやつだと思ってよく見てほしい。頼む。ボタンフライの後もよく現れている。ボタンフライの上から3つ目、4つ目、一方2つ目はほとんど現れていない。ここは大きな見分けるポイントになる。そうだ、絶対忘れてはいけない、うん、そして全体は左右対称に近い。腰回りのヒゲ、下がりヒゲ、ここも特徴的な部分だ。おそらく着用は 2.5 年程度、2年半年程度と考えられている。定価19,250円、税込み。ただし、やつを正面から攻撃できる可能性はほとんどない。そうだな。やつの背後、背中からの攻撃を狙うんだ。うん。背中の特徴を言う。背中の色調も非常に進んでいる。くそ。しかも、完全にウェアハウスの色調の特徴が詰まっている。次の特徴は蜂の巣だ。とんでもないくらいに蜂の巣が現れている。この蜂の巣の色力も、やつの暴力性、凶暴性、そこはよくわかるはずだ。そして忘れちゃいけないのはますます感だ。ますます感もほぼ完璧な仕上がりと言っていいだろう。続けるぞ。続けてくれ。ますます感は人間でいう指紋のようなものだ。指紋か。ああ、ここだけはどんなに我々の目をごまかせない部分なんだ。絶対にますます感を見るんだ。そして、バックよくも見てくれ。奴のバックネックには深い傷がある。過去に、解放軍の奴らが、あいつらを爆撃した、急死をしたんだ。しかし、奴は生き残った。あんなにも激しい、ブリーチ水風船爆弾による攻撃だったのに、奴は生き残った。何時だ今。どうやらそろそろ、走行機での時間が迫っている。俺たちは、もう戦う準備をして行かなくちゃならない。ここからは君たちの脳内に話しかける。驚かないで聞いてくれ。2501年にもなると脳内のところにみんなの語りかけることができるんだ。直接だ。行くぞ。ああ。さあここからは脳内へ直接問いかけている。我々はジーンズを中心にいろんな動画を作っているから登録をしてくれ。さよなら。